はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、ポチャと申します。今回乗っていく船はティア10のヨーロッパ駆逐グラニスクですね。マップはフェロー諸島制圧戦のクーバリ戦場です。はい、グダニスクはハランドの後にできた第二ツリーでして、砲撃駆逐の部類となります。ハランドの方は足が速い、対空も高くて、雷撃、生存性の高い雷撃駆逐ツリーなんですけど、グダニスクの方は割と、一点突破型の、砲撃寄りですね。で、生存性は回復が、HP はね、大きいんだけど、回復がないので、そんなに高くない方です。で、このツリーの最大の売りは、このスモークレーダーでして、敵が近場にいますと、スモーク焚いて、レーダー焚いて、それでダメージを出したら HP の有利が作れるよっていう、それが特徴の船となってます。注意したい点は、2つあって、まず1つに、隠蔽が悪いです。隠蔽が悪いんで、自身が攻めに行くのはとても苦手です。で、加えて、隠蔽が悪いんだけど、レーダー距離も長いので、そこは問題ないんですけれども、レーダーの時間が短い。12秒しか持たないので、これ12秒しかないんですよ。なので問題が2つあって、1つは味方が撃てない。レーダーは共有、その自分のレーダーで見た敵の船を味方が侵入するまでにラグがあります。6秒ほど。そのおかげでね、一斉射ぐらいしかできないんですよね、巡洋艦が。だから、自分のレーダーで味方があんまりダメージを出せないので、駆逐艦を攻撃するのは割と自分の火力次第になります。だからしっかり自分で、見ないといけないと。自分でしっかり敵駆逐にダメージを出さないと、敵駆逐が死なずに。で、自分の隠蔽が悪いという長所だけ残って、プッシュがしにくいということになってしまうので、そこだけ注意が必要ですね。で、このグダニスクの一番強い旗がこんな感じでして、自分の隠蔽をキャップにかけない。キャップ全域にならないと。だけど、レーダーは入るという距離感ですね。ちょっと、このマップだと、ちょっと外周が狭すぎたりとか、いろいろあって、ちょっとね、やりきれてない感じもあるんだけど、これ本当はこっちの方が強いかな。うん。お、で、見つかってます。あー、ただ良くないな。ちょっと島に入っちゃったタイミングでしたね。僕が。後部砲塔しか撃ててないので、あんまり火力にならないですね。ただ、チェンムが見てくれてる。ブリスベンに見られてるけど。ここもレーダー時間は終わってますからね。こんな感じで、レーダーがめちゃくちゃ短いんですよ。なので、あまりダメージ出ないかもしれないですね。ただ、その DPM 自体は悪くないですし、手法火力もかなり強いんで、しっかり見えてる時間に当て切るっていうのをやらないといけないと。当て切るっていうのがやれれば、こうやってダメージが出て、今回はチェムが見てくれたっていうのもありますけど。で、もう一つ、注目点。これさっきレーダー使ったのに、もう20秒でレーダーが戻ってくるんですよ。こんな感じで、レーダーのクールタイムが非常に短いので、本当にね、防衛が強いです。で、これどれくらいかっていうと、捨て60秒。旗つけると57秒でまで縮まりますと。で、この通常、ランダム戦のキャプって、1分キャプにいないといけないんですよ。つまり、5回見れると。こうやって、キャップがめちゃくちゃ守りやすいので、本当に防衛は強いです。ただ、しっかりこうやって当てないと、自分ですら3、4正射ぐらいしかできないので、しっかり見えた時に当てないといけないですね。そして、この船のちょっとだけ使いづらい点は、回復がないんですよ。なので、防衛は強いものの、一回ダメージを負ってしまうと、非常にね、苦しくなってくる。隠蔽も悪いので、自分が、キャップは守りやすいんだけど、キャップを踏むのが結構難しいんですよね。なので、まあ、絶対に踏ませないぞっていう形で、戦ってあげてください。そしてもう一個注意点が、まあ、続々と出てきて、ちょっと、申し訳ないんですけど、クールタイムが短いってことは、まあ、たくさん使えるってことなんですけど、たくさん使えるってことは、早めになくなりやすいんですよね。試合の序盤中盤にかけてでレーダーたくさん使っちゃって、で、敵見ることができないってなっちゃって、
ちょっと息切れするっていうね、ことも起こり得ます。なのでこの船は序盤から中盤にかけて強い船です。終盤になると敵駆逐に対してはそんなに強くなくなるので、まあ、スモークを使ったスモーク打ち等にちょっと戦法を変えていくっていう形になりますかね。で、うまくトラップを張って敵駆逐を下げることに成功、もしくは撃沈することに成功すれば、こうやってキャプに行けるということで、防衛するのは攻めるためでもあるので、この短い時間のレーダーで、なるべく弾を当てて敵に、あ、こいついるからキャプできねえわ、無理だわって思わせることがマジで大事です。エンジンブースト解除。それができないと、また戻ってきます。戻ってくるとキャプができないです。さあ、A キャプ取れました。で、選択肢としては、A に続けて、ここでトラップを張るっていうのも一つですし、B に行って、こっちのカウンター、B に罠を張りに行くっていうのも選択としてはありです。ただ気をつけなきゃいけないのは、スモークに武器がある。この船はこの強みがあります。で、説明してるときに、スモークが、で一言でも言った艦艇には共通の弱点があって、何かわかりますかね皆さん。いくつか僕の動画を見ていただいている方だったらわかると思うんですけど、そう、答えられてる方はかなりいいですね。そう、レーダーです。スモークが強いってことは敵のレーダーで無効化されてしまいます。だからレーダー艦には気をつけなきゃいけません。今回スターリングラードとアラスカというね、2大レーダー艦艇が B 付近にいるので、ここはちょっと気をつけなきゃいけないですね。スプリット。さあ、ここはレーダー使わないで、あえて使わずに砲船を仕掛けてティアノ暴力で打ち勝っていきましょう。苦しくなったらスモーク使います。隠蔽に入ったらレーダーを使います。ただスモーク使っても隠蔽に入れない可能性がありますね。この釣りティア10からいきなり火力が上がるんですよね。強い強い、ナイス。これはちょっとティアの暴力です。スタフラバカを出してて、でちょうど目の前にスモークがあるので、このスモークを利用して木打ちしましょう。この船 DPM がかなり高いので木打ちかなり強いです。飛行機に使ったんで使います。ジトランドがそこか。若干射程取った方が動きやすいかもな、ランダムセットだと。で、この子ヨーロッパ駆逐なんですが、ハランドと違って対空は低めなので、空母戦場はあんまり得意じゃないですね。隠蔽の悪さとかも影響して。射程取った方がいいかもな。射程取りたいですね、この船。アップグレにこの、四方改良を乗っけてるんですけど、これ多分射程の方が目打ちできる船が増えて楽しいと思います。まあ、その分対駆逐性能が若干落ちてしまうんだけどね。まあランダム戦においてはいろんな船を撃ってダメージ減らすことができるっていうのは大事な長所になるんで、多分対駆逐性能を上げるよりも射程上げてダメージが出せるようにした方が強いんじゃないかなという気がしますね。さあ、 B キャップトラップ作りましょう。ユトランドが B キャップ踏んできたらレーダー焚けば見れるという状態を作ってあげれば OK ですね。今デモインがレーダーを焚いてくれて、ミニマップ上にはユトランドが映ったんだけど、自分の、メイン画面にユトランドが映るまでに多少時間かかりましたよね。これがレーダーの共有時間ラグです。
や、このゲームね、このゲームじゃない。この船は、こうやって守ってるのは強いんだけど、一旦攻めに転じると、本当に弱いんですよね。だから、本当にね、注意が必要なのと、攻めなくていい状態をできるだけ作りたいですね。このような感じで。今自分たちの方がキャップ有利、ポイント有利になってるんで、まあ攻めなくていいかなって感じなんですけどね。そういう状態を本当になるべく作ってあげたい船です。こっちに行きたい気持ちもあるんですよね。自分がダメージを出すんだったら、このアラスカにダメージを出してあげるのが一番いいんで。でもいるからなぁ。デモンいるので B 守れるだろうって思うんで、 A キャップに開いてこの A に進軍してきてる戦艦を目打ちに行きましょうか。エンジンブースト始動。この船の強みってか、この船の戦い方って2つあって、まあ、1つは、スモークレーダーで対駆逐にトラップを張ること、もう1つはスモークからスモーク打ちですね。4DPM を生かして、木の中から大型艦艇打って、火災等でダメージを与えていくこと。まあ、この二つになるかなと思います。まあ、どっちもスモークを起点とした攻撃スタイルになりますね。スモークは、レーダーと違ってクールタイムそんなに短くないので、まあ、でも、短くないんだけど、まあ、長すぎもないので、逆に枯渇するってことは少なく、扱いやすいかなと思います。このスモークは、スモークで。ただ、アメリカ駆逐ほど長くはないので、そこだけ注意が必要ですね。これ、射程やっぱ伸ばしてた方が動きやすそうだよ。発電装置起動。スモーク出して、あ、見れなくなっちゃった。見えなくなっちゃった。で、四方口径特別大きいってわけじゃないので、上部構造物に当てれるように頑張っていきましょう。エンジンブースト解除。ゆら当たんなかった。シャンパーニュ倒してブルゴーニュ撃ってっていう順番が理想だな。火ついたんでブルゴー撃ちます。火ついた。火がついたら火ついてない場所を撃ちましょう。上部構造物とかにダメージ与えるのも大事ですけど、この駆逐砲の HE よりも火災ダメージの方が大きいんで、たくさん火災つけられるところをつけた方がダメージ大きくなってくれます。で、敵の火が消えたらもう一回中央の上部構造物らへんで HE でもダメージが入って、かつ火災を望めるところを撃ちます。オッケー。で、後ろは火ついたから今度は前の方を撃つと。ダメージは入らない、不貫通が多いですけれども、火ついたらそれはその方が大きいんで。あと、この船ちょっとでっかいから、発砲ペナルティが気をつけないと、こうやって、なんか気持ちよく目打ちしてたら見つかりますね。発砲ペナルティが、ここでわかるんだけど、どれだっけ、違う。これだね。この煙幕内での手法、射撃後の百件制ってやつですね。H ボタンを押すと、こういうステータスが見れる画面に行きますと。で、そこの、ここを確認してもらって、スモーク打ちする船の時には、しっかりここを確認しましょう。ちょっと僕、怠ってました。3.9 キロですか。なんで、ブルゴーニュが 4.2 キロぐらいになったら、撃つのをやめるっていうのが正解でしたね。まあ、それを怠ったがために1万ぐらい減りましたね、HP が。皆さんは、しっかりね、確認して、敵が4キロ以内に入ってきたら、撃つのをやめるとか。てか、4キロ以内に入ってくるってことはもう結構、煙幕切れると見つかってしまう危険ラインなので、島原に入れるようにとか、そういう、安全マージンを取って、やっていただければと思います。さっきの僕、ここで向こうを使ったんで、4キロぐらいに近づいてきたら、この、前進して前に島まで行ってしまえば、ブルゴーニュから視線切れるかなって思ってたのと、まあそれまでに敵の船を取ってだろうって踏んでたので、目打ちしましたが、もし厳しいぞってなったら、この船隠蔽が悪いので、7.3 キロなので、
8キロぐらいに敵が近寄った段階でこのまま撃ち続けるのか、それとも逃げた方がいいのかっていう判断をした方がいいですね。まあ、この船の強さが木に支えられてるっていうのがよくわかる感じですね。もう木が1個しかありません。地区はそこか。今レーダーが終わったんで、レーダーが終わったんでスモーク、本当にスモークを使う船は敵のレーダー判定やレーダーの状況に超気をつけてくださいね。それさえ気をつけてればまあなんとかなります。まあ、この船はあとはちょっと隠蔽が悪いので、さっきみたいに見つかったり逃げ遅れたりっていうのが発生しやすいんで、そこだけは気をつけなきゃいけないんですけど、ソ連の艦長発動したんで火つかないんで敷島落ちます。15秒ぐらい有効なんで、敷島に火ついたらもう一回スタグラ撃とうかな。ついた。火消えた。こんな感じでいかがでしょうか。グダニスクでした。実はこの試合テイク2でして、テイク1はね、見事にね、やられております。グダニスクが最初トラップ張ったんだけど、そこにはまらずに、その後攻めなきゃいけない状態になったりとかね、あとはちょっと隠蔽の悪さが露呈してっていうのと、あと敵レーダー艦にやられたのもありますかね。という形で本当にね、強い船ではあるものの、ちゃんとこう注意するべきところを間違ってしまうと一瞬で、沈んでしまったり、あとはこの船回復がありませんのでね、HP が減ってとっても動きづらくなったりしてしまったりするので、しっかり敵のレーダー艦と、敵のレーダー艦ですね、敵のレーダー艦には気をつけていただくことと、守っていればいいというね状況を作るための序盤中盤の動き立ち回りを意識していただければと思います。本当にね、攻めるのはこの子すごくリスクが高いですのでね、今ツイッチで公開収録中なんですけど、多分ツイッチを見ていただけてる方はね、テイク1の様子をよく知ってるのでね、あ、こうなってしまうんだなっていうのがよくわかると思いますし、YouTube メンバー限定でちょっと公開してみようかなと思います。まあ、ツイッチの方はこうやって、公開収録や生放送もしておりますので、もしよければ概要欄からツイッチの方に来ていただけると嬉しいなと思います。こんな感じでした。このような形で、ウォースの解説実況を動画投稿しております。もしよければチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。また、こんなことできるようになったよとか、こんな戦果出せるようになったよとかね、あとはこの船ちょっと乗ってほしいです、これ困ってますみたいなコメントもいただけると、嬉しいですので、もしよければコメントしてください。ここは射程の方が動きやすいなと思います。はい。最後、艦長スキルはこんな感じです。以上です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。